北口亀有駅は東京都葛飾区亀有三丁目にある東日本旅客鉄道常磐線の駅である。駅番号は JL20。当駅には観光線を走行する各駅停車のみが停車する。また特定特市内制度における東京都区内に属している。当初は隣接する新宿地区に新宿駅を設ける予定だった。しかし、 亀有新宿間にある中川にかかっていた有料橋を利用する客が激減するとの理由で同地区の者が亀有地区への設置を主張し、その一方で亀有地区の地主が土地を寄贈したため、この地に駅が置かれることになった。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している金町駅管理の業務委託駅。 高架福福線区間の観光線上に島式ホーム一面二線を有する高架駅である。常磐快速線を利用して日暮里、上野方面へ行くには2番線の電車を利用の上、北千住駅で乗り換える必要があるが、この場合、綾瀬北千住間も含めて JR 線として扱われる。当駅を利用して山手線の駅に行く場合に、 乗り換えの手間が少ない西日暮里駅を経由する乗客が多い。指定席券売機、スイカ対応自動改札機設置駅。なお、当駅と直結して商業施設、ビーンズ亀有が併設されている。2020年度の1日平均乗車人員は33,685人である。常磐線の快速通過駅では、金町駅に次ぐ第2位。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。亀有公園北口と南口にバスターミナルが設けられている。北口北口には、東部バスセントラルの路線バスが乗り入れている。以前は、東京都交通局の路線も乗り入れていた。このほか、例年正月3月日には、初詣客向けに、西新井大志行臨時バスが運行されている。 南口南口には、京成バス、京成タウンバス、日立自動車交通の路線と、空港連絡バスが乗り入れている。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。